小諸戦国甲冑隊より駆けつけてくださった町の安真田家250年の礎を築いた初代藩主若き日の真田伊豆の神信行様、いざ出陣。我こそは小諸戦国甲冑隊初代伊豆の神信行たり、本日は皆々様に槍と十二の盾をご披露いたします。それでは、はい。11日ですね、我ら小諸戦国甲冑隊が出陣する甲冑の盾を開催しますので、ですね、甲冑の盾というのは、戦国武将が、お客さんをお茶を振る舞って、おもてなしをするということをやっておりますので、ですね、ぜひ皆さんもお時間があったら出かけてみてください。あ、そうだの、あの小諸城の公演は本当に見事であるからの、ぜひ皆さんもお呼びかされ、よろしくお願いします。じゃあ最後何か言ってください。大丈夫では、終了、どうもありがとうございました。